兄もそんなお顔をなさらなくても。我々の研究が完成するまでしばしお待ちいただくだけですから。お前たちは直ちに処刑場へ連行じゃ。させるか。クソ。天かける翼よ、我を誘え。何事だ？移送法人にございます。己ダレスのやつ。ダレスは牢に閉じ込めておる。このような高度な術を三賢者の他に誰が使えるというのだ。あの新参者を。ここは城が崩れたのか。外に出たらしいが。移送法人にございます。アリーシャ様、手荒な真似をお許しください。しかしあの場では他に方法がなく。あなたは？レザード、レザードバレスと申します。賢者様方の下で研究のお手伝いをさせていただいておりました。なぜ私たちを逃がしてくれたのです？アリーシャ様なら王の危険な研究をやめさせられると思いました。その危険な研究のこと聞かせてもらえますか？王は閉じた時間軸を作り、死の運命から逃れることを望んでいます。神界、人間界、冥界、そのどれにも属さぬ新たなる世界樹の創造、すなわち神々との決別。異想転移とも違う。オーディンすら持たぬ術を得ようというのか。そのためにドラゴンオーブを。不死者やエルフで実験を繰り返し、失敗を重ね、たどり着いた結論です。ディパンだけが自然の摂理から逃れ、永遠の繁栄を享受しようとは。私も到底不可能だと思いました。シルメリア、バルキュリア殿。私を知っているの？ダレス様から少々。ドラゴンオーブには世界を焼き尽くし滅ぼすほどの力があるという。その前では神々も無力、あながち不可能とは言い切れまい。まさかディパンのためにオーブを探す気なのか？探すのはディパンのためではない、ミッドガルドのためよ。私がオーブを見つけ、アリーシャがその守護者になる。王の危険な研究をやめさせるとはそういうことでしょ、レザード殿。あなたは私が期待した通りの方だ。ディパンに誓った忠誠は未だ焦ってはいない。あんた、そう言いながらオーブを
オーディンに渡す気じゃないだろうな。本気でそう思うならついてきて力ずくで阻止してみたらどう。もっとも本気でオーディンと戦う心構えがなければ無理な話ね。やってやる。皆さんのお力頼りにしています。よろしくお願いします。それでは追っ手が来る前に森を出てコリアンドル村へ向かいましょう。そこにドラゴンオーブがあるのか。オーブの安置場所として最後に記録されているのです。もう大丈夫でしょう。今日はこの辺りで休みませんか。なぜ大丈夫だと言える。森に結界を張っておきました。ウォルザ様が移送法人で追ってきてもこの辺りには出られません。それなら休もうか。私は構いません。シルメリア殿かと思っていればいつの間に。彼女が出てくるのはオブジェクトを見つけた時だけです。普段は私が。すみません、頼りにならなくて。お許しください。そのようなつもりで申し上げたのではありませんが、私はただ魔導士として一つの肉体に二つの精神が宿る奇跡に感動しています。適当に言い繕ったってきっとシルメリアにはお見通しだぜ。オブジェクトリーディングで人の心が読めるということですか。それぐらいできそうなもんだろ。面白い。試してみましょうか。これはこれはシルメリア殿。前世から離れられない強い思念があなたの中に残っているか、あなたに対して強く影響を及ぼす他者の思念があれば読み取ることは可能よ。そうですか。私は前世など知りたくない。遠慮しておきましょう。よろしければお二方は。俺は前世もそのまた前世もディヴァンの中心だったと信じていたい。余計なことしてるとアーリーってやつに感づかれるんじゃないのかよ。確かにそうね。お二方も長旅でお疲れでしょう。少し横になられてはいかがですか。日が高くなる前に起こして差し上げます。もちろん私は起きて晩をしましょう。